杉村第8十0月から1893年7月9日は日本の政治家、初代熊本市長、早々期の熊本市政を築いた。映画3年10月、過六三百国の熊本藩藩市の長男として、熊本城下山崎町に生まれた。文久2年5月に父、杉村大輔より家督を継ぐ。藩校自習館で学んだ後、日後半兵を経て、 秋田郡役所、八代郡役所、天草郡役所、熊本区役所などの廃藩置県後の熊本各所の役所で初期を務めた。明治22年4月1日に熊本区が熊本市へと発足した。同年4月26日に市長と助役を選ぶ、市会内での選挙で杉村第8は27票を獲得し、第一市長候補として内務大臣、 松方正義に権限された。5月14日に開会された熊本市会で、5月6日付で内務大臣より熊本市長に採決許可され、議会内において指針や党派間の争いがなく、熊本市民のための行政運営を行う抱負を述べ、就任した。市長就任ままならない7月に土砂崩れや近郊や真地震などが発生し、災害からの復旧に取り組んだ。 市内の学者や道路整備に努め、早々期の熊本市政に尽力した。在任中、慢性腹膜炎を患い、兵庫県須磨の病院に入院するものの、明治26年に死去した。去年44歳、熊本市会より懲役金300円が贈呈される。ありがとうございます。